セイクリッドキングダムは、香港の競争場。主な勝ち倉は2007年2009年の、香港スプリント、他にスナデン競馬場1000メートルと1200メートルのコースレコードを所持している。2003年オーストラリア生まれ、その後香港に輸入され、2006年デビュー直後からも、連勝した。初重賞挑戦のスナデンバーズで連勝は途絶え、デビューシーズンを終えた。明けて、 新シーズン初戦のスナデン、スプリントトロフィーで、重賞制覇。国際スプリントトライアルで、前年の香港スプリント勝ち馬アブソルートチャンピオンを、下すと、目標としていた、香港スプリントも、キアヤギヌに2馬身1、4差をつける圧勝で、国際 G1 を制した。2008年は、初戦のセンテナリースプリントカップで前走を破った、アブソルートチャンピオンの2着に敗れるも、 二戦目のチェアマンズスプリントプライズでは再びアブソルートチャンピオンを下して G12 勝目。続くクイーンズシルバージュビリーカップではグッドババと初対決。前年12月の国際競争の勝ち馬がその中間距離で直接対決とあって非常に注目が集まったがマッチレースの末に惜しくも日着に敗れた。シーズン最後に新設重賞のゴメスプリントを勝利。 シーズンを通しての活躍が認められ、07、08、シーズンの最優秀スプリンターに選出された。翌シーズンの目標を、日本のスプリンターズステークスに定めたが、レースの1ヶ月前に骨折し、断念。年内一杯を休養に当てた。2009年は、センテナリースプリントカップから始動し、前年の香港スプリントの価値うマインスピレーションの4着。 続くチェアマンズスプリントプライズで分かったディムサムから首差の3着に敗れた。続いて出走したクイーンズシルバージュビリーカップはエジプシャンラー、グッドババなどの競合が揃ったこともあって6着に終わったがこのレースを機に復調の兆しを見せ初夏から秋にかけての海外遠征プランを明言。手始めにシンガポールのクリスフライヤー国際スプリントトリを目標に掲げ、 スプリントカップを前年に引き続き勝利し、中15日の強行日程ながら、シンガポールへの遠征を完光。クリスフライヤー国際スプリントでは、地元の快速バロケットマンとの叩き合いを制し、クランジ競馬場のコースレコードで海外初遠征を勝利で飾った。返す刀でイギリスに遠征し、6月のゴールデンジビリーステークスに出走したが、 苦手の直線競馬に加えて遅れもあって5着に敗れた。一旦帰国後、再度スプリンターズステークスに遠征に向け調整されていたが輸送直前に在死を起こし、またしても断念。11月の国際スプリントトライアルで2着の後、12月の香港スプリントに出走、2年ぶりの同競争制覇を果たした。2010年は初戦のセンテナリースプリントカップ。 二戦目のチェアマンズスプリントプライズを共に勝利。休養を挟んで10月のスナデンスプリントトロフィーも勝利。11月のジョッキークラブスプリントでは5着。連覇がかかった香港スプリントでは3着に敗れた。2011年は初戦のセンテナリースプリントカップを連覇。チェアマンズスプリントプライズとボーヒニアスプリントトロフィーは共に2着。 クリス・フライヤー・インターナショナル・スプリントでは、ロケットマンの6着に終わった。10月のスナデン・スプリントトロフィーで2着の後、12月の香港スプリントに出走したが10着に敗れた。2012年初戦で5着に終わるも、復調の気配を感じさせたが、2戦目で11着に、大敗すると衰えを隠せられず4月1日のレースを10着に終わり、現役を引退した。 ありがとうございます。